ラオカナチキャラザキティカノンイケペピガー大学は不満箱シンプルでしょ不満箱メンバーに対してですか。はい、メンバーに対する不満箱。不満なんかない幸せこのメンバー。じゃあやめようこれ。はい、ということで不満箱1回やったんですけど、まあ、メンバーも変わったということで、まあ、不満箱っていうのは、まあ、メンバーのね本当にそれぞれの自分以外のメンバーに対して不満を1個入れてもらったので、うん、それをまあ引いてっておのおの身に染みて、感じてくださいという反省したり、まあでも異論があればもちろん、うん、いや違うしみたいな、うん、それには理由があるもあったしみたいなことを言っていただいて大丈夫なので、うん、あの結構絵的に本当に食らうのだけは、やめてくださいあの新年特にあのこれは、まあ、そのジョークも含めて YouTube も含めてやってるので、うんうん、私はハローちゃんが一番心配だよあくまでもジョークの一環での不満箱ですのでね、はい、お願いします、はい、ということでじゃあ お口お願いします。私たちですけどね、はい、10月6日にサウンドシャワーアーク清水さんにて、はい、ワンマンツアー始まります、はい、ありがとうございます。概要欄にチケットの方載っておりますので、はい、ぜひ遊びに来てください。10月5日の埼玉熊谷の方はチケット間もなく売り切れてしまいます、はい、ぜひ迷ってる方はチケット取ってください、はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは早速やっていきたいと思います。レッツゴー。端っこからね、いずれは引くので、ね、まあじゃあ、まあ一応さっきはちょっと刺激が強いかもしれない結構入ってんないや、こうやって一人一個あるさっきが出てきた。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 青ですね。明の漫画ね。足は閉じなさい。モザイク大変なのよ。あと無理はしないでね。優しい。優しい。おばあちゃんから来たみたいな。おばあちゃんからのメッセージ。おばあちゃんが YouTube 見てて。おばあちゃんからのメッセージじゃん。足は閉じなさい。モザイク大変なのよ。あと無理はしないで。おばあちゃんからのメッセージじゃん。おばあちゃんからのメッセージ。おばあちゃん見てる。おばあちゃん編集もしてんのかな。おばあちゃん頑張ってる。優しい。ちょっと緊張してるじゃん。これ自分の弾いても自分の言っていいんだよね。うん、あ、待って待って、ハロー、大丈夫だよ。過呼吸なってる、過呼吸なってる。汁物食べ終わった後に片付けしてるの私ですよ誰はい、はい、これは、キララお姉ちゃん。あ、やめろ、やめろ、わからない。みんなで片付けてるんだよ。キララお姉ちゃん。みんな、誰だろう。またハノンが乗っかった。またハノンって思ったら。言っちゃうけど、私だけど、マジですごくない？すごい。すごくない？あの、白物大体置いてあるんだけど。打率9割。食べたこと2回しかないで。いや、そう。なんか置いてあるもの全部ハノンじゃねってなってた時に出てきたサキティの。そうなんですよ。あれ私に罪がね、なすりつけられることがみんなで、ワンダインを食うんですよ。オオカミ少年さっきから、私ですか。じゃん。あ、ハロー。行きます。いけ、頑張れよ。 My eyes are wide open and I'm scaredなんか外国人から本番来た。いや、これ匿名用命かけてる。怖い。命かけてる。コメント？え、目が開きすぎて怖い。怖い。かっこグーグル外界の海外のコメントした。海外の方からのコメントがいただきました。外国人からあっち来た。コメント。コメント。匿名用命かけてる。匿名を利用して何でも書こうとしてるやつだ。だから、こっちに切ってるって言われた。一番喋ってるやつって書いてる。匿名だから、でも、匿名だから。そうだよね。画面に見せようと頑張ってるから。盛りたい。盛りたい。動画。動画盛りたいから。お会いして。盛りたいからさ。怖い。怖い。盛りたい。怖くなっちゃう。AKB の人で、いつも目がバキってる人、有名になってアナウンサーだったから大丈夫。すごい。いけるいける。おぉ。いきます。今キラの方。はい、じゃあ日曜日以外も競馬して。え、
届いた。おい、不満なの、不満なの、それ多分、書いた人、キララに全く興味ない。やっぱギャンブルしてるとこ見たいんじゃない？そうなんだ。何それ。多分ね、サキシーがあれだと思うよ。あの、うちの方がギャンブルしてんのにギャンブルから守ってくるんじゃねえよっていう。もっとそうやって。私のことは限らない。そうね。ちょっと特定されるね。いやいや、今なんとなくね。やります。やります。やります。土曜日もやります。あ、ゆきぷだ。ゆきぷだ。いきます。いつも眠そうだからちゃんと寝て。あ、優しい。おばちゃん、おばちゃん、おばちゃんが言わないよ。おばちゃんのコメントを送り合ってるやつがいるよ。おばちゃんのコメントがいる。いつも寝そうって言うけど、毎日12時間ぐらい寝てんだよ。寝ても寝ても寝ても寝る。誰が、あれさっきまだ出てない。私出てない、まだ。わあ、やべ、もっと髪の毛を赤くして。わかんない。何ですかこれ。これ赤ってこと？これ別にそんな不満ないけど、なんならしたいですよね。うんうん、しますよ。なんか広がらんな、広がらんな。優しいな、優しいな。嬉しい、嬉しい。期間定する、このさっき、さっきの限ってないけど、どうか。側面、側面。はい、ゆきっぺいきます。ツーステ頑張りましょう。成績表なんか、タイプ1、ちょっと頑張りましょう。ちょっとかけるスペースな。まあ、ゆきぺさんはつして頑張りましょう。もっと頑張らないと、あれは多分、あのライトのライティングでちょっとかっこよくない。そうだね、ちょっと単体で見ると多分そんなにかっこよくない。いやー、あれはもう、ちょっと最初のディハイズ見したいな。いや、ほんと見せたい。でも、シックでよかった。あっちね、膝から崩れ落ちたもん。我々ね、我々演奏中に。はい、あ、ゆきぺです。連続ですね。あのね、いっぱい食べて、いっぱい寝て、丈夫な体を作ってね、役、撮影来てー。おばあちゃんいるわ。おばあちゃん、おばあちゃん。あのね、役して、撮影来てー。やっぱ、おばあちゃんが、最近は頑張ってますね。そうだよね。めっちゃ来てるよね。めっちゃ来てる。心優しい、低い。めっちゃ来てる。不登校への。よくない認識になってる。不登校への掛け声だよ。夏が弱すぎる。そう、確かに。インフルエンザとかにはならない。いや、わかるよ、気持ち言っちゃうから。そう、でも解禁症的なもので、解禁症なんで、なので多分休まらそうだよ。アイドルの時も解禁症でした。すごいよ。週3、4あるライブを全て。最近ご飯を食べてないからだね。それだ、じゃあもう言う通りにしてあげてください。やってるよ、そんな。私だけ覚えてくれないから。あ、やばい、すっごい引いちゃうじゃん。じゃーん、あきらに素材提供するの。どういうこと？どういうこと？どういうこと？え、これはさ、どういうこと？あー、しょうがない。なんか写真、なんかね、私が睨んでる写真を使ってなんかやろうとしてる。そう、あ、それ睨んでるみたいな。とっても性癖で、なんか仲間内で妄想するの最近好きすぎて。やばいな、やばいのよ。嫌なものは嫌と言いましょう。たまに心が痛くなる。おばあちゃん、折れて、やっぱりこの中で。おばあちゃん、おばあちゃん、おばあいるわ。ほんまに、ポタポタ焼きの裏目に出てる。あれみたいな。ちょっとほんまにしよう。ポタポタ焼きの裏。ありがとう。ポタポタ焼き、ええな。ああ、裏目が出てる。嫌なものは嫌と言いましょう。当たり前や。いいな、いいな。よかったね、さっき、みんなね。おばあちゃんもいるな。おばあちゃんもいるよ。これ、あきら書いててほしいわ。嫌な思い。消化していこう、消化していこう、どんどん。可愛いから、もっと自信を持って。あ、なんか優しい、優しい。おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、ありがとうね。優しい、おばあちゃん、ありがとうね。誰にも興味ないよ。やめろよ、なんだよ。言うこと私は言わないでよ。そんなこと言わないでよ。思わぬ嫌いから思ってくれたんだろう。あ、カナチすごい、私リーチだ。読んでよ、読んでよ、読んでよ、読んでよ。カナチ傷ついちゃうかもしれない。そんな内容、何かわいそう。カナチで過激めなカナニーを。こいつやねんけ。いや、カナニーをするな。すいません、すいません。My eyes are... 似てます、似てます。一緒です。
この人。じゃあ、ちからに。外人からの、外人がカナニーをしているだと。海外からのコメント、カナニー。いらねえよ、これ。いや、だから言ったやん。だからこれ誰なの誰なの、これは。本当にアキラじゃないんだ。だから言ったよ。じゃあ、第三者がアキラちゃんを知ってる人がいる。知ってる人が、じゃあ、カナニーを知ってる人がいる。いや、カナニーが。食べかけの弁当をハウスに置いてかないさっきのさっきの話じゃまたまた置いとき話ですねうどん人うどんうどんだろ何うどん人うどんを人と思ったうどんこれ人すぎないこれ人すぎないうどんだこれ人にうどん人だ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 うどん人食いすぎて腹立つなんだ腹立ついいだろうどんは食べてはいやー、お弁当事件ね意外と忘れるからしょうがないね、うどん人だからねしかも何があってさ、あれってめっちゃ端っこに隠されてるそうお前だけはそうって言うな同じせん、同じせん息はもう少ないね何キロ1枚しか来てるのハローです多いなキララのこと好きすぎえ、でもこれあれこれうち引くのこれえっしょあ、しっしょきえしょきえだいやいや、ちょっと待ってよ、実際なんてしてくれよしてほしいこんな字綺麗じゃないいや、お前の字だよ、これいや、違う、もう一人この字のタイプがいることを判明したあれさっきどれだっけうち丸文字だもん、意外とやってるわ誰かが嫉妬してんの、ハノンのこと好きすぎてるってあんたよ、お前カナリストカナリストカナニストカナニストカナニストゴミはゴミ箱へお願いしますシンプルシンプルそうじゃんみんなそうみんなその不満じゃんシンプルさっきでしょもう誰かも分かってきてるさっきの字めっちゃ分かりやすいんだよな分かりやすいよねしかもえお前らが言い合ってんのサキティがゴミはゴミ箱へお願いしますって書いてきてるのおもろくないなんかみんなブリトーブリトーが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 刺さるからやめてこれ以上ブリトー気をつけてこのハウスでは一度やったことを言うように言われるからほら嫌なものは嫌と言いましょうなえ、多いねうちもう一枚しかないよ確かに私をおかずにしないでくださいこれは悲しいな悲しいなやったね一つのストーリーこれで抜けそうあ、私だってめっちゃ少ないよ本当に1枚しかないんだ早く欲しかったよもはや差し飲みイコイコ詐欺やめてください早く行こうえっちょっと待ちいろんなレーベルから言われてても大変だよ差し飲みイコイコ詐欺急に違うでしょもうお前と飲む時はよくよく休みじゃないと2日間休みじゃないと、うんそうね、死んじゃ う, そうだ、ね、ほんまにいやこれは全員に新面全員からこう思われてもおかしくない内容でしたありがとうございますすいませんでしたすいませんでしたありがとうございますマジで受け入れます行きましょうどなたかどなたか行きます行きますあ、私最後かもそれ行きますホームで泣かないでホームで泣いたホームで泣いたのおめえよ言うなよシークトおめえないともう忘れてたあーいたわ怖かったでしょ怖かったあれめっちゃここ最近で言ってて怖くてあれで病んでたんだよ病んでて一緒のタイミングであのハウス出たのに一人で本当に先に行っちゃったのよ一緒のタイミングで出たのでまあ当たり前には同じ最寄りじゃんこっからこっからの最寄りに着くじゃないですかそしたらさ、ゆきっぺがすっごい泣きながらさ、駅のホーム立ってて、飛び降りるんじゃないかなみたいな。え、あれ黄色い線の内側で。内側で。ポロ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 。こう、飛んで声叩いたら、ポロ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 。何があった？どうした？話があるよ。何もないの。聞いても何もないけど。いや、でも分かる分かる。何もないんだよ。もう分からすぎて。それくらい、あの時大変だったの。辛かったね。でも今楽しいからないからね。これはもうないない。しました。内川明しか知らない。内川明知らないことだけ。帰ってますからね。そう。あれだわ。しんどかったなあの時は。最後。最後か。うん。最後。
服脱げ裸になれ YouTube 魂見せろ誰だよえ脱いでくれんのこれが全然ストーリーとして繋がる待って服脱いでくれんのなるほどもこれもさアキラなんじゃないなんかさいやでもアキラそんな出てる他に服脱いでほしいかなりしたい人がいるかな待って待ってあの下手下気を置くわかなり仲間かなりしたい人がいるんだと思うんだよねそうそうそうアキラに嫉妬してる人でしょアキラに素材を送るなと、ねそうだね、私にも送れと思ってるやつでしょちょっと待って YouTube 誰だ誰だサキティかあ意外と意外と意外とこの人の YouTube 魂見せろって言ってるけど本当はかなりしたいかなりしたい言おうとしてるんだそうそうそう今言われるほどしないからねそうそうそう全然よ全然いいになんでさえくれればいいキモって言ってくれるだけでいいねじゃーんあふっ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 運動音痴なのかできるのかはっきりしてくれいじるかいじらないかちょっと迷うね結構これガチだガチだガチなやつや自分だったらガチなやつだこれはガチだこれは行ったねこれは結構長い出した行っていいところか分かんないぞ死にかけもカロリーになっていやこれはよくぞ言われてるからみんな思ってるけど行っていないんだよそうだよねこれは思ってた言うとできちゃうむずいむずい運動できるんだよねなんか多分どんくさいっていうかあのこれよく言ってんだけど、あの死の恐怖があることが苦手なのね。だから、ないよ、大体ない。違う、だから、あの、滝行行く時のさ、山登ったのとか、滑る斜面とか超苦手。とか、あとあの、ぐるぐる回るやつとかも、その、落ちたら、知らないよ。じゃ落ちたら怪我するなとか、落ちたら死ぬなみたいなやつは、めっちゃ苦手かもしれないが。確かに、それで線引きすると。そう。運動音痴の方が愛される。運動音痴でーす。めっちゃ、何もできん。もう50メートル走る、もう、歩いた方が早いわ。運動音痴の時のファンの方がちょっとあの多かったかもしれない。思った思った。体力測定やりすぎてちょっとあのオタがファンがちょっとあのカノンちゃんは死んだ。ガチレスすぎてね。ガチレスほぼなかったみたいな。トラクル多分そこでミスったんちゃうもうすごい気にしてんのに大丈夫まだ間に合うからまだまだねすっごい運動できないですやばいよ修正してどっちか削除しようどっちか削除しようじゃあ体力測定体力測定消そう消そう動画これから一発目の動画すいません一発目の動画申し訳ないんだけどちょっと削除させていただくので今のうちに見といてください私がジャージ渡されるそう急にジャージ着ることになります。方向性のため方向性の違いによりなんだろう悲壮感を一生感じてほしい一生つけまこわれてほしいそれは願望ひどいかわいそうかわいそう一生つけまこわれてほしいかわいそう新しいの注文したそれも壊れてほしいそれも壊れてほしい5000円も払ったのに何だよ何だよそれが見えるってことやばい前の前に安かったからいいけど悲しいやろボディの相違かもしれないもっとってことだよね確かに今日もね靴両面剥げたそう見たあの時のさっきの顔想像したらこうやって歩いてたのね前にすっごい笑顔で話しかけた安心したら2人じゃないんだ厚底の靴マジあれなるよね安い厚底の靴直してないで来たのここまでえ、そうだよえ、そうなんか最寄り駅ぐらいであ、行ったんだパカッて行ってで、そうあのここの最寄り駅ぐらいでもう片方も行ったあるね、入らないよあるあるある入らないよどうやって帰ったらいいアロアルファーで来たアロアルファーやんやつつけなさいよやばいなこの家あるんだから多分どうせアロアルファーどっかはいあ、まだあるじゃんだ席を平然に出さないでくださいあ、まあいやいや私の正規は正規じゃないからだからそう、自分の定義でしょそんな汚いものじゃないからさなんで汚いもんじゃないの言えないでしょ言えるよめちゃくちゃカスついてるじゃんめっちゃカスついてるやださあ、ピカ
せていただきます。あ、じゃん、あ、出た、なんだろうな、いじられ役美味しすぎんだよ、ゼリーよ。あ、不満だって、これは不満だ、これは不満だ、不満っぽいな、これ美味しいとこ持ってってますからね、美味しいとこね、でもその分苦しんでるんですよ。絶対かよ、見合ってるかどうかっていう、確かに美味しいと思えるほどでもない、美味しいと思えてる、美味しいと思えてる、だろうね。いや、なんか分からない、これ真面目な話になっちゃうわ、これ。シビアです、ね、これがシビアな話だよ。マジで真面目な話だけど、反応がむずい。いじられるのは、そこが美味しいです。そのままで、いや、違う、それがいいよ、そうそう。なんか、でも、そこが一応求められてるから。そう、そう、君は美味しい役で、触らなくて大丈夫。今でなんか変にリアクションし始めたら、もういじんなくなる。そうそう、あのね、本場のパニックになるのかな。そう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 、そう、そう、そう、なんかマジで今素でパニックなんだろうな、今ってのが。あれ愛おしい気持ち、抱きしめたくなる。やったのは自分だけど抱きしめたくなる。これが DV だ。これが DV なんだ。なるほどね。楽しくやってます。楽しくやってます。楽しくやってます。あ、ですね。みんなが爪好きやからって頑張って爪剥がすのやめてほしい。頑張ってたの？え、頑張って、ごめん、どう言ってたの？ごめん、どう頑張ってくれてありがとう。遅延です。こうやって言われたいがための遅延です。そういうことか、この遅延。もっともっと違うとこ行くやろ、遅延。爪、地味なとこ行ったね。地味なとこ行ったね。頑張ってるって思われてる。頑張ってるって思われたいっていうのと、あと爪みんな好きだろっていう思ってるんや。そう、自演。自演やめろ。もっといいこと言うわ。自演やめて。もっと入れようかな。愚痴かけよ。はい、死ねみたいな。肌白い。マジで興味ない人いるわ。マジで興味ない人。なんか一番傷ついた顔してる。だからね、まあ、不満羨ましい。なんか一番傷ついたかもしれない。一秒、一秒で書いてある。私に対して何も書くことなさすぎやなって。これしか出してない。本当に表面上しか見てない。画面上で見てる人でも書けますか。しかも、まあ、不満というか、そう、まあ、まあ、一番傷ついた表面。今日皆さん来た。あ、すごい、パート2、いつになったので連れてってくれるんだ。これじゃもうめちゃくちゃ思われてんだよ、めっちゃ。すいません、すいません、まだ入ってる、すいません、じゃあすいません。ということで、これは2個来たら、2個来たらさすがに、すいません、それは反省してます、すいません、ね、でもなんかみんなビビって言ってくれないもん、なんかそのめっちゃ飲まないといけないから次の日がみたいな、あ、でもマジでそうだよ、警戒される。金面の顔見てるよ。お前これ書いてくれた人に言ってくれないから、でも差しだからね、差しだからね、差しのみでね、差しはね、いいやつ、差しはいいやつ。いや、グループになるとやめた。グループでもあの日あんたを守り続けてたよ。サキティのしか残ってないからもう。ラフラサキティ。いや、あの場の全員があの日は夢のようだった。今でも語り継がれる。絶対にディズニーランド的な夢のようなないのが夢だと思いたいまである。少なそうやな。シンプル、怒れよ。シンプル、締めが怒れよ、怒れよ、怒れよ。シンプルやな。シンプル、ありがとうございます。すごいな、この字も綺麗や、綺麗だね、超綺麗。ネグスのロゴ。なんか綺麗に描いてくれた。そんなに私に時間割きたくなかった。考える父もね。私外人から来てるしな。そう、キャッティ何が一番ですか。いや、私はちょっとあれだね、書く方で食らってるかもしれない。あんまおもろいのかけなかった。なんかちょっとね、ちょっと心臓が一人で必要な感じ。そこでちょっと来てしまった。
そこでそういう意味ではあいつ以外別におもろいじゃないブリトーが先バレした時が一番きつかったブリトーは私もさ同じの出たからさだからすごいちょっともういつも聞いてもらってあとで触れようと思ってあるかだからねブリトー先バレがね先バレしちゃったからということでね、マンバコでした。皆様、今受け止めた不満を得て、改善していきましょう。今日から運動音痴になりましたね。そうね、みんな頑張ろうね。はい、ということで、今日の動画、逆にコメント欄でね、あの皆様の不満がありましたら、箱じゃないですけど、思いっきり晒されるけど、ぜひ載せてください。はい、ちゃんとフルネームで書いてフルネームで、自分のことを晒す、素性を晒した上で不満を書いてください。お願いします。はい、ということで、今日の動画が面白い。と思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバーイ。